どうもボイストレーナーボーカルトレーナーのレンです。今回は色気満載3代目 JSOULBROTHERS さんの TONIGHT の歌い方解説をやっていきます。登坂さんのセクシーなエッジボイスフェイク、エディさんのめちゃかっこいい雰囲気のパート、高音連発の今市さんのサビと徹底的に解説していきます。このチャンネルでは僕があなたを友達からカラオケで一目置かれるような、そんな存在になれるようお手伝いさせていただきます。すぐに明日からでも使えるように分かりやすく簡単に解説していきますので、ぜひ最後まで見てカラオケで実践してみてください。ではやっていきましょう。Baby what we gonna do tonight 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 Baby what we gonna do tonight tonight tonightさあ、この TONIGHT はかっこいいこのイントロから始まります。この歌を練習し始めの方は、まずこの英語のイントロの部分を5つに分けて、5つに小分けして読みの練習から入ってみてください。 Baby, what we gonna do tonight? Baby, what we gonna do tonight? Baby, what we gonna do tonight? という感じです。この英文が連続して4回リピートされますが、カラオケでイントロからバシッとこの英語の部分歌えたらかっこいいと思うんですが、どうですか？え？自分うまない？ってなると思うんですよ。正直原曲だけでは今市さんなのか登坂さんなのか、音声が加工されていてどちらが歌われているかっていうのは明確ではありませんが、密かに練習してカラオケで披露すれば周りとの差をつけれることは間違いなしです。いきなり原曲のスピードで練習すると事故っちゃう可能性が高いので、まずは自分のペースでゆっくりと練習してみましょう。まばゆいねおーまかすむくらいのスマイル、ネオンのねで一旦溜め込んで、オーンで軽くアクセントを取ります。まばゆいねオーン、まばゆいねオーン、この後ろの暗いでエッジボイスに引っ掛けて歌います。ここは登坂さんのパートになりますが、最近の登坂さんの歌い方の特徴として低音をエッジボイスに引っ掛けて歌うような歌唱をよくされている印象です。これがエッジボイスですね。これがあることによって何があって、セクシーさ、大人っぽさを表現することができるんですね。まばゆいねおーまかすむくらいのスマイル、その次も飲み込まれてしまうならいっそ飛び込むダイブ、愛想じゃなくめくりたいその本音、黄色で色をつけている箇所ではエッジに引っ掛けて歌います。皆さんちなみにこのエッジボイスはできますでしょうか？今市さんや EXILE の ATSUSHI さんもよく使われますが、特に登坂さんが好きな方に関してはエッジボイスができるようになっておくと歌をコピーしやすくなりますので、ぜひチャレンジしてみてください。愛想じゃなくめくりたいその本音、またこのフレーズのポイントとしてはダイブのところで下に降りるような綺麗なフェイクが大事になります。ダイブダイブ、二段降りてくるようなフェイクなので、ゆっくり練習してみて音をつかめるようになれば徐々に原曲通りに歌ってみるのがベストです。これさえもすぐにできたよっていう方は喉の動きが柔軟だったり音感がいい証拠なので、自信を持ってフェイクをかましてやってください。誘惑に乗ろうもう引き返せない、ここは入りに誘惑の U の前に H の音というか息っぽいものが入っていて、 U というよりはヒュッヒュッっていうくらいの感じで歌うと登坂さんっぽくなります。誘惑に乗ろう誘惑に乗ろう、 A メロに関してはそんなに音も高くなく落ち着いて歌うことができるかなと思いますので、フェイクとかが入ってますけど自信満々に歌っちゃいましょう。では通して一緒に歌ってみましょう。まばゆいねおーまかすむくらいのスマイル、飲み込まれてしまうならいっそ飛び込むダイブ、愛想じゃなくめくりたいその本音、誘惑に乗ろうもう引き返せない。さあ B メロの解説ですが、ここはエリーさんのパートになっていまして、エリーさんはゴリゴリのヒップホップラップパートが他の曲でも目立つんですが、歌い方にかなり特徴がありまして、日本語を歌っているんですが、いい感じに英語っぽくなるような歌い方をされています。感知しちゃいやばったの部分も、ティャッティャッに聞こえるような歌い方をされています。その後の Your Vibe も、
やばいみたいな聞こえ方をしているの分かりますか？ぜひ原曲をチェックしてみてほしいんですが、おそらくあえてこのように歌っているのかと思います。その次もカイロクフロランマーイ、聞き方によっては舌足らずのようなろれつが回っていないような歌い方、言葉にするとカイロクフロナと聞こえませんか？これは決してディスってとかそんなんではなく、より海外の音楽、洋楽っぽさを取り入れているんだと思います。エリーさんのソロ曲のミュージックビデオなどを見ていただければわかると思いますが、かなり海外に向けた発信をされているように見えますよね。そこで培ってきているものを3代目の楽曲として還元していると考えると、非常に多彩でグローバルなチームですよね。待ち続けるぐらい今すぐ近づきたい、最後のフレーズだけ少し息まじりな声、ウィスパーボイスで語尾を切られています。エリーさんのパートに関してはアクセントの部分でしっかりとリズムを取っていく、そうすると綺麗に歌えると思いますので意識して歌唱してみましょう。感知したいやばい、快楽風呂なまい、待ち続けるぐらい今すぐ近づきたい。ちらつかせる影も照らして忘れさせる。ここも B メロのうちになりますかね。再び登坂さんが歌われていますが、2つのフレーズのうちどちらもラがポイントになります。ちらつかせるの方はラの母音でクレッシェンド、だんだん強く押すような歌い方を、照らしての方は若干ではありますがエッジボイスに引っ掛けて歌っていらっしゃいます。ちらつかせる影も照らして忘れさせる、うなずくだけでいい、での後母音のえで音を落とします。その後のいいはそっと置くように歌います。今ならどこのタイミング、サビ前のフレーズの頭はまたエッジに引っ掛けてあげて、タイミングのタがポイントで子音の T の発音を強調されています。タではなくザザと歌うと田坂さんっぽくなりますのでやってみてください。しかもここで一気に音が高くなってくるんですよね。田坂さんの声の響き的に裏声パルセットではないのですが、地声感もロック調な曲の時と聞き比べるとそこまで入ってはいないので、芯のある裏声、ヘッドボイスよりの発声ではないかと思われます。ワンコーラスの中では田坂さんのパートが結構テクニックも入っていて難しいんじゃないかなと思いますが、 B メロの田坂さんのパートをここまで通して一緒に歌ってみましょう。ちらつかせる影も照らして忘れさせる、うなずくだけでいい、今ならどこのタイミング。この曲はここで決まるというのがこのサビですね。一曲を通してサビの大半を今市さんが担当されていますが、 G シャープの音を中心にハイ B まで音が上がるのでまあまあ高いです。歌唱テクニックで言うとエッジボイスだとかウィスパーボイスだとかは特にないのですが、今市さんのように歌うには高い地声、ミックスボイスが必須と言えるでしょう。過激はなしで醤油を巻かすべ、まるで磁石もう離れられない。この曲での今市さんのミックスボイスのバランスは裏声成分がやや優位に聞こえますので、裏声からのアプローチが最適です。まず裏声だけで歌ってみて、過激はなしで醤油を巻かすべ、次に裏声のまま息をできるだけ流さないようにしてみます。ここで芯のある裏声、ヘッドボイスになるようにします。過激はなして醤油をまかすべ、最後に喉の力は抜きつつも地声感を少し足してみる。過激はなして醤油をまかすべ、あとは皆さんが出したい声のバランスに調整してみてください。手に入れたいワンデイ、心の扉の鍵探すラスタファイア、Baby just show me a sign、 サビ終わりの Baby just show me a sign の前にあって入っているの気づきましたか？これがサビで最も重要なポイントになります。これがカラオケなんかでさらっとできるとめちゃかっこいいと思います。セクシーさだったり R&B 感も出せるので、ぜひチャレンジしてみてください。手に入れたワンデー、心の扉の鍵探すラスタファイア、これが大事です。それでは最後にサビを通して一緒に歌ってみましょう。過激はなして
Show you all my cars, make my ludes a shake. もう離れられない。手に入れた one thing, 心の扉の鍵探す lost and find. Baby, just show me a sign.というわけでいかがだったでしょうか。高い声をね、今すぐパーンと出すのは難しい方いると思いますが、コツとしてはできるだけ力まないことです。どのトレーナーさんも言われていることですが、本当にこれに尽きるんですよ。力を入れて無理やり出すぐらいなら、裏返っちゃって裏声で歌う方がよっぽどマシです。なのでまず高い声を出したいなら、喉に力を入れないこと、これを意識して練習してみてください。また詳しいボイトレのお話は別の動画でやろうと思います。はい、この動画が良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントへの楽曲リクエストと、公式 LINE では歌のお悩みの相談も受けたまっています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。